今日はそうなの？今日そうかな。使ったかな？今日覚えてないや。ガールズルールめっちゃ好き。え、あれ加入前だよね私。あれどうだったっけ。なんか中学校か小学生の高学年かな、その時ぐらいに給食の時間にぐるぐるカーテンとか聞いてた気がする。加入前だよ確か。あと会いたかったの反対バージョンみたいなやつ、え、そのぐらいに聞いてた気がする。給食の時間の好きな曲 CD とか渡せば好きなの流してもらえるみたいなので、好き、そう、乃木坂46好きな友達が多分放送部の人に渡してとか、そんな感じだったかもしれない。あ、高校の時か、そっか、そうだったっけ。ねえ、前なんだね。最近は何してるの？うーん、でも稽古まだ1日しか参加してなくて、でもめちゃめちゃ今稽古期間です。まだ初日の稽古だけって感じで、うん、まあ明日もあるので。でも一回行った時の進み具合がやっぱりすごいですね。でも全然まだセリフを覚えきれてないですね。今こうミザンスといって動きをつけていくみたいなところやってるけど、私もでも初日はまあ自分がわーって喋るところとかも頭に入れて、もう本外してって言ってたけど、もっとセリフある人たちがもう当たり前のように外してそのまま動きも言われた時にもう頭に叩き入れてみたいな。ミザンスつける日なのにめっちゃ稽古の日みたいになってて、いやーやっぱすごいなーって なりますね。で、まあ私はちょっと今作業したらすぐにセリフを覚える作業に明日も朝からあるので、まあ行ったら全開でやるかな。ミザンス、そうだよね、聞き慣れない言葉だよね。私はもうミザンスって言ったらあの動きをつける作業っていうイメージがあるかな。あんま本域じゃないみたいな。メンバーの舞台見に行く、うん、もうタイミングが合えば行って、なるべく行きたい。でも最近本当にちょっと前にゆいゆいと会ったぐらいで全然ね会ってないね、メンバーと。最近会ってるのはそうだね、なんか違うお仕事でこう知り合いになった人とかそういう感じかな。メンバーとは会ってないかも。あ、そうね、その私が劇場行った時にサホさんに本当にほんのちょっぴりね挨拶できたぐらいでそろそろファンクラブ入るタイミングが遅いよー入って遅いよ、なかなか合わないです。そうね、合わないね。
互いにそんなずっとカツカツ忙しくなくてもさ、タイミングがやっぱ違うじゃない。あっちがね忙しい時こっち寄ったりしてて、その逆ってなったりすると、そういうすれ違いはあるかも。会いたいって伝え続けてはいるけどね、都合合わずって感じで。嬉しい、カレンダー予約してくれたって。そう、あともう2デザインぐらいちょっとやってるので、ちょっと早くショールームにしないといけないんだけど、時間合わないってあるあるなんだろうね。まあそうだよね、会社の中で働いてるわけじゃん、会社っていうかそういう企業だからね、不規則だからね。お、カレンダー予約しとかなきゃ。お、気づいた？みんな今聞いてくれてる人、今絶賛発売中ですよ。発売中っていうか予約ね、カレンダー。いや、その集英社とかってなんて言えばいいのかな、まあホリプロから出すみたいな、そういう感覚だ。なんかグッズの延長みたいな、自分のファンクラブ、それがファンクラブ入ってない人も買えるみたいなイメージ、自分の中で。嬉しい、予約させていただきました。本当に見てほしいな。夜ご飯、さっきクロちゃんがね、なんかチャーハンみたいなのくれてね、唐揚げが入ってる、美味しそうだったから持ち帰ってさっき食べた。めっちゃ美味しかった。あと桃もね、桃ピーチいただいたので、あと美味しい生ハムを持っていたので、ブラタチーズ、その3つで。久しぶりのお米、いやお米全然普通に食べてるよ。ワインや飲んでないですよ。新宿に人気の生ハム専門店ありますね、気になる、教えて。後でなんかで教えて。今日も酒飲んでません。桃をちょっとしょっぱいものと食べるとめちゃめちゃ美味しいっていうことに気づきました。甘さがきた、そう、なんか中和される感じ、生ハムのしょっぱさと桃の甘さがいい感じにね、そう中和されて美味しい。お米この間ちょっとチロッと変えたのもあるし、でも最近はもう砂糖のご飯系のもので買ってるかな。さっきもスーパー行ったけど全然なかった。そうだね、シノス。いや最近めっちゃ嬉しいことがあって、本当に家の近くにまたスーパーができそうで、めっちゃ嬉しい、それが嬉しい。いやそもそもでも全然さ近かったんだけど、今までずっと行ってたお店も、もっと近いところに気づいたらできそうで、すっごく嬉しい。
わーいわーいね、めちゃめちゃ朗報、自分にとって。で、気づいたら多分自分が知らないうちに工事が進んでて、この秋オープンみたいな、えっ、ー、っていつその工事進んでったのって思った。いやー、近いと便利。いやでも近いと買いに行っちゃいそうだな、やめてくれー。うん、毎日ちゃんと寝てる。でも最近すごい不規則だな、めちゃめちゃ不規則。今日なんかもうね、深夜から7時まで、朝の7時までずっとなんか作業してた。でお昼までちょっと寝て、一回寝ないとダメだと思って、そうで、また作業して、行く準備して、クロちゃんのとこ行って、クロちゃんのとこ行って、なんかクロちゃんち行ったみたいになっちゃうねあのクロくるのに、そうなんか、そういうなんか生活してる最近。最近じゃないか、昨日はちょっとイレギュラーだった。いや、タフっていうか、でもやらないとはやばいなっていう。今日もちょっとやること覚えることがいっぱいあるから、今日まで今日の夜までちょっと頑張ります。疲れたってことはないけど、もうちょっと眠いかなぐらい。いや、朝まではやりたくない。朝までって、朝はもう稽古だ。ありがとう、優しい。みんなも頑張ってね。でも土曜日か、休みの人多そうだね。頑張って。うわー、久しぶりにつけたぞ。私今 iPad2 つあるからさ、新しいのでちょっと作業とかしてるけど、こっち使わなくなっちゃったから、久しぶりに初代の iPad を開いてますね。いや本当にその端末めちゃめちゃあるんだよね。今までのやつもなんか買取制度知らなくてさ、下取りか、 iPhone とかさ全然知らなくて、データとか残しておきたいって、そういう移行できるのも知らなかったからさ、なんか全部ほとんど残ってる。途中からそれを知ってね、ごめん、ちょっとなんか見てたら何喋ってたか分かんなくなっちゃった。あ、おー、やっぱ撮っといてある動画が全然違うな。ちょっと今動画のとこ見てるんだけど、すごーい、なんだろうこれ、音鳴ったらやばいかな、これなんだろう。もう容量あれだからって言って消しちゃった動画がいっぱいあるから、あ、ダメかな。このビデオの高品質バージョンの読み込み中にエラーが起きました。別にさ、そんなさ画質良くなくてもいいのに。え、出ない？こういうエラー。
ビデオ読み込めないってダメだって。チェ、うわ、なんかマジムリの稽古の動画いっぱい出てきた。これなんだろう。あー、これ劇場のだ。素敵な三角形、違う、三角関係だ。チチ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 チ、何が素敵な三角関係だよって思ったけど。なんかそのあの公演さ、結構歌詞うんみたいなの、あ、それじゃないか、ユーリーさんの公演のやつとかも、うわ、なんか性格の悪い女の子とかさ、すごい歌詞だなーって、もう覚えやすいけどさーみたいな、なんかやばいよねあれね。そんな可愛いメロディーで言って許されてるところあるけど、あなたすごいこと言ってますよみたいなさ。結構あるよね。うわ、これ懐かしい。メロディーにごまかせてる、本当にそれ思う。あー、これなじむりじゃん。一番最後の歌だ。懐かしい。自分に残ってるよね、多分みんなが持ってないやつだこれ。こんなに残ってるんだ。なっちゃんの声だ。ななさん、ななさん元気かな、会いたいな。これなんだろう。ああ。会いに行け。じゃあ私が今な、ちょっとバタバタしてるから。まあよかった、こっちにはいろんなものが残ってるって分かったので。はあ、いい加減やりますか。ちょっとラジオして逃げに走ってしまいました。いい加減ちょっと作業します、頑張ります。でもね、明日結構早めに終わるんだね、早いけど。だから帰ってきてからめっちゃ寝ようと思ってる。はーい。家に来ちゃった。なんかね、結構隣の席が第三、宝生第三。で、そう、初日だけど、でも、なんかみんなすごいですよねって。もうセリフ入っててみたいな。なんか親近感湧く。優しくなんかそんな会話をしてくれて。第三、そう、ケイ、ケイを演じてる方です、演じる方です。お隣の席だった。
私の前の席が夏木さん、王さん、みんな優しいです。真っ暗なの？ん？なんだ？真っ暗？みんちゃんの隣の席とかなってみたいな。そんな面白いことないと思うけど。いや、別に何かと比べてるわけじゃないけど、なんかすごいずっと穏やかだなーって思います。そう。なんかこうまだ本格的にお芝居稽古が始まったわけじゃないけど、でもここをこうしてほしいみたいな、そういう演技の方向性とかでセリフのねニュアンスとかで言われる、なんかそういう時にすごい演出家さんとかのまた違う優しさと言いますか、うん、ちょっと自分が今までやってきたあの座組とはまた違う、全然違う雰囲気で演技もともと好き、いやもちろんそれは好きじゃないと今やってないよ。それは好きですよ。うん、でもすごい安心しますね。なんか稽古行くのにこう足取りがこうあまり重くならないと言いますか。普通に行けます、普通に、はい。そう、優しさっていろんな形がありますからね。鹿さんは、どうだろう、今思ったらそんな重くは、いや始まっちゃったら全然スイッチも入るからそんなに。どの時かって、ハガレンの第1弾かな。あれは、あとあれも結構大変だった、私的には。大人のカフェさん、いや初めての舞台だったから、うん、初めての舞台の時はしかも結構全然稽古の場所とかも自分が行ったことない東京の地で、稽古がもう、こんなところでやるんだみたいな、マネージャーさんもつかなかったし、もうその時それがもう自分の中では衝撃で、稽古ってマネージャーさんいないのって、初めて行く稽古場でもうついてきてくれないんだみたいな、そういう衝撃もあって、最初だけとか、いやそれがもう自分の中で結構ショックで、最初はね、まあ、今はそれは当たり前になったけどさ、どこに行くにしても大人2人ぐらいは絶対にいるみたいな感じだったから、今まで活動の中だとさ、うん、あと衣装もなんか自分でこう買いに行くみたいなのもあったから、それが自分の中で本当に初めての経験で、大変で大変で大変だった一番最初は。そう、急に放たれちゃったから、なんということだと思って、その時ずっとホテル生活だったからさ、うん、結構あれマイクつけてなかったよね、渋劇の時って。多分ほぼほぼ生声でやってたから、なんかフットマイクって言って、なんか下でなんか拾ってくれるマイクとかもあるんだけど、でもほぼほぼ生声でやるみたいだから、毎朝朝起きた時に、声枯れてないかなみたいな
言ってたよね、多分当時私もショールームでさ。それも恐ろしかったね。今回は清楚な感じ。おいおい、いつも清楚だぜ。ずっと清楚だぜ。今回だけじゃないぜ。いつも清楚。え？いつも清楚だけど？清楚を大事にしてるよ、私。え？待って、本気でえってやめて。え？いやいや、そんなやんちゃしてないですよ。清楚ばっかり。なんか認識の違いがなんだか生じていますね。いやいや、ウィンリーも清楚でしょうが。ねえ、楽しくてもショールーム終わりにしたくない。終わるけどさ、一生付き合っててほしいよね。ああ、いや、ダメ。この楽しい時間が続けば続くほど明日の朝苦しむことになるのは私なんだから、もうダメ、終わりにします。またやってきまーす。そうそう、自分の首苦しめちゃうから。じゃあねー、バイバーイ、頑張ります。おやすみなさい。今日はくるくるいろいろありがとね。うん、バイバーイ、おやすみ。